農業を始めたきっかけは定年退職後に農業を始めました。現在は農事組合いわきの里の代表理事長と務めております。栽培している作物は米、麦、大豆の3種類です。で特にですね、そして、そうですね、中山間地域でうち今238枚の圃場を持っております。日本では生産者の高齢化や担い手不足により少ない人員でより多くの圃場を管理する必要性から作業の効率化が課題になっています。BASF 社とザルビオの協業を始めるにあたっては農薬事業とのコラボレーションを期待したこと、日本のザルビオ専門部署の専門性の高さや献身性もパートナーシップを組んだ理由です。ザルビオフィールドマネージャーは農作業の負担を軽減することでそのような課題に対応するとともに農薬や肥料の散布の最適化により環境負荷の軽減にも役立ち持続可能な農業の実現に貢献するソリューションです。土の状態とかをその衛星で見れるので、いちいちその圃場に行かなくても分かるっていうところがやっぱりいいのかなっていうふうに思います。毎年変わる気象の変化であったり経験不足のところを補ってもらえると聞いています。ザルビオには病害予測の機能があり荷物病のアラートなどが早い段階で出たので早期に対応できたとおっしゃっていました。散布天気の機能があるんですけど、その散布天気の機能が一番自分は良かったかなと思ってて、でその次が適切な時期に農薬散布ができるようになったっていうところがやっぱり良かったのかなというふうに思います。ザルビオは担い手農家の栽培に関する意思決定をサポートする重要なツールになると考えており、まずより多くの担い手にザルビオを知ってもらう、使ってもらうことを強力に進めています。北海道で主に大豆、麦の栽培を行っています。少人数で広い圃場を管理するのでデジタル技術による効率化を意識してやっています。生育管理として、実際圃場を見てどう活用するかの前に、衛星画像の方で生育の状態を確認して、データとしてそれを落とし込めるので、生育の悪いところに施肥を配分するとか、生育のいいところは逆に言うと、施肥を要するに追肥を省くとか、コストを下げる意味合いもあるし、収量を上げるっていう意味合いもあるし、そこによってやっぱりまた若い人たちがこれ10年後20年後にさらにですね収益の高い農業生産できるんじゃないかと思っておりますしですね、彼らに若い社員に期待しているところであります。BASF We create chemistry